はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね、続きをやっていきます。未来世界に来て、まあちょっといろいろ回って大ババ様から、そう、使ってないけどメタモルを手に入れたんで、これを覚えさせて、で、ムーの町へ行きましょう。まずはここでは使いません。すぐ近くだったと思うんで、このすぐ上だよね。潜って、あった。で、騒ぎになってんだよね、みんな。突然襲ってきた。まあ、騒ぎんごとき大したあれじゃないからね。ディオールとかドラゴンソード持ってんだ。まあ、15だからね。ここで稼ぎをしてもしょうがないんで、とりあえずはメタモルをまず使います。で、騒ぎになりました。今は苦しくはないが、時々自分自身をコントロールできなくなる。俺は病気ではないんだ。次の世界にあった体へと変化しただけだ。ああ、なるほど。モンスターの世界になってるから、みんなそれに合わせてな。あ、サイコソードがあるじゃん。アックスボンバーとか、なんかもはや何の武器だかわかんねえんだけど、とりあえずサイコソードは2本買っておくか。何がいいんだ、オリハルコンって。何、そもそもだって金属名じゃん、オリハルコンなんて。ダガーよりは絶対ソードの方が強い、それは言える。で、そっか、ライトサーベルを手に入れたんだよね。ミスリルソードよりはライトサーベルの方がいいのかな。ってか本当にさ、武器の強さが分かんねえからな。あと、いらないもん売っちゃおう。ハリセンとかもいらないでしょ、何のために手に入れたの。三日寿司の杖もいい、なんかぽい名前だったけどさ、何の役にも立ってなかったよね。で、ミスリルカーブと、だから銀の針も何の効果があるのか分かんない。ゴールドメール。カプセルホテルってあれか、ステスロスのパーツか。で、魔法屋もあるね。クエイク、ヘイストがあるじゃん。ヘイスト全員に買っとこう。イレースってなんだっけ、分かんないから、1個買っとこう。あ、ヘイストはみんな分いらねえか。人間分だけで十分かな。まあでもいいや、一応、装備させておいて。イレース、なんだイレースって、なんとなくデューにしてる。あー、なるほど、レベル5の魔法。敵出んかい、なんか言われればそんな気がしたな。しかしクエイクで一掃していく。ちなみにディオールもクエイク使えるからね。ただね、やっぱ人間だからちょっと弱いんだよね、クエイクの威力が倍違うから。とはいえ楽勝。いや、もうロボットとかになる必要全くないな。一応ここ見るけど、ないでしょ。で、ここもなくなってる。いや、クエイク連打でなんとかなる。地震に弱い。バウンドとゴー、麻痺した、マジか。てか早い、敵が。ライトサーベル、いや、ライトサーベルの方がやっぱ強いな。で、ここも取ったでしょ。水亀を作ったラグナを倒さぬ限り侵略は続く。なんかモンスターだと結構詳しくなってんな。サングラス、ダイヤの下駄、ガントレット、サイバーヘルム。いやー、なんだ、わかんねえ。いや、マジでわかんねえ。一回買っとくか。ガントレット、あれ、また装備しよう。ダイヤの下駄とかさ、なぜか魔力が上がったんだけど。で、エリクサーはやっぱり少し調達しておくか。4個。でもエスナがあるからね、とりあえずマジックパーがなくなってもなんとかなる。異次元も滅びつつある。向こうのやつらは移住するつもりなんだ。ああ、なるほどね。移住先を求めてるのか。魔物が子供をさらう理由は異次元にある聖剣を手に入れるため。聖剣エクスカリバーは額に深紅のあざのある人間の女にしか手に入らない。異次元には魔法石で古の魔法を作る人間がいる。
みんな詳しすぎるでしょ。なんなのこいつらの情報も。風の石よし、でまたクエク連発でいこう。だいぶなんか戦闘が楽になる気がする。キャッ、ビオールは普通に攻撃させよう。やっぱ人間が魔法を使っても大したあれにはなんないな。ってか吸ってる。あとはちょっとミスをしないことだな。ドラゴンソードマジで強い。じゃあちょっとこの街は出てまた沈没船巡りをしますか。じゃあここ沈没船が1個増えてんね。宝箱は1つだけか。あ、2つあった。風の石と、あ、飛んでるな。まあ、飛んでるやつをやってで攻撃。300当たるんだ普通に。三節痕強いの。三節痕もちょっとミスリルソードよりは強いんじゃないか。これでいこう。じゃあここの沈没船バウンドドックか。いや強いクエクマジで。一気に戦闘楽になったな。ベレー帽でこいつらは飛んでるやつだけクリティカルヒット700。地震に強い。結構減るねダメージが。半分以下になってる。3節子271。まあまあいいでしょう。で大地の石と、あとここの沈没船で未来世界はとりあえず回収完了かな。でそしたらなんか地底にいるなんとか博士に会えって言ってたよね。あれどこにいるって言ってたっけ。バイキング肉闇の石。もうやっぱとりあえず連打しとこう。クエイクで一掃できる。めちゃくちゃ戦闘速くなったんだけど。あとはクエイクが効かないようなやつが出てくると厄介。44マグナム。え ?44 マグナムにしよう。なんとなくかっこいいから。これは固定のダメージかな。あったシェルター。これっぽいな。ここはステスロス復元に成功されたパルサー博士の研究所。怪しいやつばっかだな。急がねば弥勒の持つユニットも異次元へ運ばれてしまう。パルサー革命軍のものか。はい、浮遊大陸上陸作戦を聞きに行きました。ではまずこれを渡しておこう。通信機。作戦はこうだ。まず神殿の北の桟橋からロケットベルトで浮遊大陸に上陸し、リモコンと時空ワープを手に入れたら通信機で知らせる。わしが神殿を爆破したらリモコンでステスロスを呼び寄せ脱出すればいい。どうじゃ。わかりました。飲み込みが早いな。そんなんでいいのか。先発隊であるジュピターやボラージュ、クエサーの運命はそなたらにかかっている。作戦の成功を祈っている。いやもう一回聞くのめんどくさい。こっちはだからこうハイポーション。じゃあちょっと桟橋の方へ行きますか。これどこ、今がどこなんだかわからん。もう海が多すぎて。こいつらが一番めんどくさいね。クエイク効かないから。で北の桟橋に行ってロケットベルトは使えばいいのかな。ここでよし今だ。帰ってこれないもん。一応街があるからね。北の遺跡にまだステスロスのユニットがあるかもしれない。ソウル様が目覚めれば水亀を止めることができる。買ったばっかなんだけどな。時空の盾、時空の兜とサイバー、いやマジでこれサイバースーツ買っとこう。鎧とりあえず。時空の盾、兜、ピアスって何。いやおいや分かるよピアスが何かは。
何の役に立つのっていう。ちょ、買っとこう。ピアスってアクセサリーだよね、どう考えても。まずどういう効果があるか見よう。サイバースーツ、いやー、やっぱ素早さ上がるな。で、コサージュをピアスに変えるか。まあなんかあれだろうな、霊気に強くなるのかな、ちょっとわかんないけど。あ、霊気に強くなるっぽいな、ピアスで。なんでって感じだけど。サイコアーマーは、まあ、サイバースーツに切り替えるか。もともとサイコアーマーが素早さ増えるからね。だとどうする？意外にさ、金足りないよね。めちゃくちゃ金入るじゃんとか言ってたけど、4人分揃えなきゃいけないっていうのがなかなか大変だな。よし、ちょっと武器を見たい。ソウル様も元は魅力と同じように異次元から来た。いいやつと悪いやつの派閥で分かれてるんだろうな。この浮遊大陸と異次元には時の流れがないのじゃ。え、そうなの？ないの？あ、ケアルカがある。買おう。ハイガもあんじゃん。だ、全体魔法が多分いつか火力が弱くなってくるんだろうな、新しいの手に入れないと。で、ケアル系はもちろん全員に装備させとこう。で、武器、いや、金あるかな。尺状、時空の剣、照明弾、催涙ガス。照明弾って強そうだな。時空の剣だけ44マグナム使ってないけどね、1本でいいや。だから照明弾、これも多分使い捨てだけど、もはや金がない。で、こっち側は特にないから先へ進んでいきましょう。歩いていくの なんか久々に歩いた気がするな。いや、全然変な敵ばっか出てきたな。新しく見る形のやつらばっかりだ。ヘビ女、クエイク、つえ、マジつえ。ミスったけど。ライトサーク、管理人、何の管理してんの。え、行けなくね。どうやって行くんだ、ここ行けんのか。なるほど、そういうことね。あれってなんか、ちょっとこれさ、このさ、いかれてるよね。敵の出現の方が優先されるからね。スパイダークエイクの火力が高いよね。ええ、なんだなんかめっちゃ流されたんだけど。体力が減ってるわけではない。流れが分かんない。おお、なんか強そうなのが出てきた。けっ、しかも早い。白衣の天使とかいる。大蛇でかい。あれ、でも流れが全然違うところに来たな。ちょっと流される前に行けるところを行こう。うわー、流されたけど、なんか宝箱とかあんのこれ。いや、あー、宝箱あったな今。水の石か。え、どうなってる流れは。だって全然わかんないもん。賢者の杖一応装備してみる。魔力が上がるんだったらちょっとそれはそれでいいからね。魔力、あー、上がるわ。やっぱり賢者の杖クラスになると魔力は上がる。で、こうか。じゃあ、で、流されての、あ、翼竜はちょっとクエイク効かなそうだな。まあ、それはしょうがないよね。いや、しかもミスってるか。44マグナ、ひょうへー。変えよう。
ハリヘ。44マグナムが何のためにあるの？で、買ったの時空の剣。どっからどう来たんだっけ。うわ、流されての。あー、なるほどなるほど、あそこに行けねえんだ、あのスピードに。こいつらはもう完全に一掃しよう。まあちょっと強くなってね、魔力が上がってる分。ちょっとだけどね。で、こうの、じゃあどっから行けばいい？こっち。いや、違うか。これめんどくせえな。流れが読めないからね。で、こう来て。下から行く？あ、なんか流れてる間もさ、あの流れに逆らえるんだけど、右方向入れとこう。結構ミスったな。ほら、行けた。邪魔だ貴様ら。強い。で、ここ来て。て、俺これ何しに本当にここ来たの？水の石。で、サブマシンガン。なんか強いのか弱いのか分かんねえかな、使ってみないと。いや、3分の1くらいになるな、クエク。まあ、むしろさ、聞くだけでもまだマシだよね。普通聞かないからね、クエイク。最近、なんかマジックパワーもそんなに枯渇しなくなってきたし。よし、レベルアップ。あ、リモコンか。ここにリモコンがあるの？じゃあ絶対ここ来なきゃいけなかったじゃん。ちょ、待って、くそ流れに逆らって行きたかったのに。で、一回街に帰って寝るか。で、そっからなんか魅力のいるところを攻め入る。で、なんかテレポなかったっけ。そういえばあるよね、出ようも。で、ちょっと一回寝てきます。じゃあ回復してきたので、そのまま先へ進んでいきます。敵を倒しながら。経験値どうなのこれ、上昇具合が。先制攻撃から逃げよう。だからもうクエイクあるから簡単に経験値稼ぎできそう。先制攻撃多いな。有利な場面も不利な場面も。どこだこれ、ここ行けばいいの。なんか適当に登ってるけど。いや、敵多いな。注意して、お任せとか言ってたよ。うわ、混乱した。早いね。素早さが高いのか。火の車。あ、こっち行けない。登っていかなきゃいけないのか。すげえ、クリティカル出ると倍だからね。ん？なんだこれ、どっからどう登っていくんだ。宝箱もある。
その石系がねやっぱり見逃しちゃうと時空に行くともう帰れないんで、回収できるものはどんどん回収していきたいんだけど、さすがに全部取るっていうのはなかなか難しいからね。回復、いや待って、もうなんかつきそうなんだけど、いやまだそんなことないか、いやそんなことあるわ。宝箱回収しよう。風の石、アイスシールド、じゃあ一応装備はさせて、炎よりはアイスだな。あれ俺盾変えてないよね、そういえば。じゃああの塔に乗り込んでいきますか。というわけで、じゃあ塔の前に来ましたので、塔の攻略は次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。